どうもこんにちは、麻酔塾の麻酔です。さあ、エゾチについて見ていきましょうということです。はい、エゾチですね、鮭と昆布ですね。鮭と昆布が、土佐港に入り込んでくるというですね。まあ、北海道の、まあ、夢、鮭昆布は今でも有名ですよね。はい。これごめん、間違ってごめんなさいね。土佐港というところですね。津軽のが土佐港のところに運ばれて、で、それでまあ、要するに鮭とか昆布とかが、要するに、機内ですね。つまり中心部、日本の中心部に対して、鮭や昆布が入ってくるというふうになってきましたよということになります。まあ、これが蝦夷地と要するに、まあ、日本との関係性だったんですが、これが徐々に変わってきます。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。